人と共に多様な生き物が共生できる環境、バイオ環境の実現を目指す。実際に触って感じることによってもう一歩踏み込んだことを学べるのですごくいいと思います。収穫するときが一番楽しいんで、ワクワクとかがあります。まあ、パッと見てもらったら分かると思うんですけど、実験やってる感がすごいあって楽しいです。京都先端科学大学